にちは、サトルです。今現在 5G の端末を使っていますが、速いという実感があんまりないです。ということで俺は気になったので 5G と Wi-Fi どちらが速いのか、速さの比較をしてみました。ということで本日の動画参考にしてもらえたらと思います。では速度を測定するにあたってまずは 4G でやっていきます。このサイトを開いて速度を出します。ちなみにこの速度はダウンロードの速度です。で、1秒間に 280Mbps っていう速度が出ています。では今アップロードをしています。どんぐらい速いでしょうかね。まあ速いのかなっていう感じはしますけどね。 4G でも意外といい速度出てる気がします。割といい速度かな。ちょっと結果が楽しみですね。どんな速度が出るんでしょうか。ああ、出てきた。 43Mbps。 遅くもなく速くもなくですね。まあいい感じです。せっかくなので2回目も測ってみます。どんぐらいの速度出るかな。まあだな。ダウンロードまあ速いですね。アップロードはどんぐらい出るんだろうね。どんぐらい速く出るんだ。まあ普通ですね。では次、 Wi-Fi の速度を測定しましょう。初っ端から速いっていう感じなんですけど、まあまあです。うちの Wi-Fi 3年前のモデルですからね。マシンがそんなに強くないんですかね。こんな感じか。ちょっと 4G に負けてんな。そして、アップロード、めっちゃ速い。すげえ速度出てんな。さすがですね。やっぱ光回線って速いですね。うち au 光なんですけど、こんな速度ですね。アップロード速い。はい、もう一回 Wi-Fi で試してみましょう。速度いいですね。最初はいいです。でもやっぱ途中でこんぐらいで止まっちゃうのか。止まっちゃった。最初は良かったのにな。やっぱアップロード早いな。すごい早い。あれ、光回線ってアップロードの方が早いのかな。それとも au 光の特性かな。下りは遅いけど上は早いですね。この結果だと YouTube のアップロードに向いてるかなと思います。次は 5G で測定をします。なんか進みが微妙だな。なんかめっちゃゆっくり。早いのか。 5G 遅い。次アップロードですが、あんまりいかないかな。遅いな。なんかめっちゃゆっくりな感じがする。スピード遅いな。アップロードも遅い。進まなくなった。全然進まない。ダメだ。もう一度 5G で測定をしましょう。スタートが遅いな。さっきよりはいいかな。さっきよりは良さそうかな。さっきよりはいいか。でもこの速度ね。Wi-Fi みたいな感じかな。下りはね。で、次上りは止まった。動いた。微妙だな。微妙だな。全然上り遅いじゃん。5G やっぱまだまだかな。エリア狭いからね。やっぱ遅い。4G、5G、Wi-Fi って左から並べてみました。
4G は完成度が高くてダウンロード速度結構早めに出ています。 Wi-Fi はまあなんでこんな遅いかわかんないけど、まあ 5G は遅いなって感じです。まあ世間では 5G 期待されているので、今後どういう風に速くなるか期待をします。まあ Wi-Fi はアップロードがズバ抜けて早いので仕事等に向いてるかなっていう感じがあります。 5G に期待することは Wi-Fi の代わりになることですね。俺的には 5G そんな速くないですね。まあ多分エリアが狭いからですかね。だからそんな速くないと思います。まあ、完全に出来上がった回線ではないので、まあそんなもんかなと思いました。今のところまだ 4G メインでもいいと思います。そうなんですよ、今日これやった理由、 5G そんな速く感じないんだよねって思ったからなんですよね。まあそういう感じの疑問から動画にしてみたので、端末選びの参考になるかなと思ったらグッドボタンしてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。